黒コシジロウミツバメは、ミズナギドリメウミツバメ科に分類される鳥類の一種。東大西洋、太平洋。繁殖地としては、太平洋のハワイ諸島、ガラパゴス諸島、大西洋のカーボベルデ、カナリア諸島、マデーラ諸島、アセンション島、セントヘレナ島などが確認されているほか、日本には下記に、岩手県の日、出島、山間島の2島に、夏鳥として飛来する。 全長2 0トル、翼海長4 3トル。体重29から5 6ム。全身が黒か色の羽毛で覆われる。尾葉は浅く、切れ込みが入るくぼう。揚げおとは白くて、白色が下尾筒の両脇まで繋がる。和名は、全身と揚げおの色彩に由来する。大雨副上面の羽毛は、淡か色で、飛翔時には、 不明瞭な翼体が見える。くちばしや足は黒い。熱帯及び亜熱帯の海洋に生息する。卵食性は動物食で魚類、甲殻類、軟体動物などを食べる。水面付近を飛翔しながら獲物を捕食する。岩の割れ目や樹木の根元に30から100センチメートルの横穴を掘り、落ち葉を敷いた巣に、日本では5の6月に1回に1個の卵を産む。 死有交代で放卵し、放卵期間は30から42日。ヒナは生後60から100日で育つ。熱帯域では終年繁殖し、非繁殖時は広く海洋で生活する。日本では大水なき鳥による植生の破壊や競合などにより、生息数が激減している。またネズミの繁殖地への侵入も懸念されている。 1935年に繁殖地の秀島が日出島黒越二郎三つばめ繁殖地として国の天然記念物に指定されている。さらに1981年に三間島、1982年に日出島が国の長寿保護区に指定された。日出島での1960年代における生息数は約2万5000つがい、1994年における 生息数は約800つがいと推定されている。絶滅危惧 ILE。ありがとうございます。